よし、ついにプリキュアの世界に入れる術を見つけたぞ。だがこれをしてしまったら、俺はもう二度と表の世界では生きられなくなる。今まで面倒を見てくれた母ちゃんや父ちゃん、すまん。でも俺は、俺は何としてもプリキュアの世界に行かなきゃいけないんだ。チャンスは一度だけだ。40年に一度だけ起こる時空の歪みを利用して、俺はプリキュアの世界に入る。この日のために俺は全てをかけてきた。そしてついにその時が来る。5秒前。ついにこの時が。4。待ちくたびれたぜ。3。覚悟はできている。2。俺はやるぜ。1。母ちゃん、行ってくるよ。あ、ちょ、トイレ行きたいわ。